じゃーん。半年ぐらいつけていたエクステを取って、地毛がもうこんだけね結構伸びていたんですけど、今日は髪の毛をバッサリと切っていきたいと思います。実は逸郎くんには髪の毛を切るっていうのは言ってあるんですけど、明日美容院に行くと思っていて、今日はお買い物に行くと思っているので、1日美容院の日をずらして内緒で髪の毛を切ったら、待ち合わせの時に私のことに気づくのか検証していきたいと思います。よいしょー、イエーイ。めっちゃ寝起きなので髪の毛ボサボサなんですけど、ここから髪の毛をバッサリと切ってもらいたいと思います。どんな感じになるのか皆さんもお楽しみに。髪の毛を切ってきました。どうですか？めっちゃ似合ってますずっと最近はエクステをつけていたので、短い髪の毛は久しぶりなんですけど、今回は肩上ぐらいで切ってもらって、髪の毛の色も染めてもらいました。なのでオープニングを撮った時と髪色と髪型も違うのと、あとじゃじゃーん、服装も変えてみました。いつもしないようなちょっとカジュアルめの格好なので、これもまた気づかないポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。で、今からなんですけど、マネージャーさんに撮影を協力してもらって集合場所に行っていきたいと思います。気づいてくれるかな、どうなんだろう。気づかなかったらちょっとショックなんですけど、それでは待ち合わせ場所に行ってきます。で、もうすぐね逸郎くんは着くみたいなんですけど、もう今から LINE は無視しちゃって探させる感じにしようかなっていうふうに思います。どこにいるかわかんないような感じなので、ちょっと難しいかもしれないですね。一応ね、あと5分ぐらいで着くみたいです。ちょっと私の方が早めに着いたので待ち伏せしようかな。今待ち合わせ場所に着いたんですけど、ちょうど女の子たちがたくさんいるので、ここで待っていきたいと思います。楽しみです。はい、駅に着いたみたいなのでもう来ると思います。ちょっと隠れておいてくださいね。かわいいじゃんさっきあそこら辺でめっちゃウロウロしてたの見てたんだけど、マジでなんかかわいい子いるなって思ったらさ、ユリナだったっていうね今日だったの、髪の毛切るタイミング。そう、明日って言ってたじゃん。そうだね。でもサプライズで今日切ってみたんだけど、つかないかなと思ったんだけど、すぐ気づいた感じ。気づくよ、かわいいんだから髪色もすごく似合ってる。あれだ、なんか服装もなんかいつもと違うようにしてきたわけ。気づかないようにもう変えたの、朝朝出てくると違うの。なんだ、そういうことだったのか。はい、というわけで今回は彼女が突然髪の毛をバッサリ切って待ち合わせ場所に来たら、彼氏は気づくのかというね検証を仕掛けたんですけど、一郎くんはすぐに気づいて褒めてくれるという結果になりました。イエーイ最初ねキョロキョロしてたから絶対気づかないなと思ったの。女の子たちもたくさんいるから。そうね、たくさんいたね。そうだけどすぐに気づいてくれたのでめっちゃ嬉しかったです。結構人がいたけどすぐ分かったよ可愛いもん背も高いからね。そうね、だし話すオーラも違ったしね分からないと思った。分からないと思った。すぐ分かったよちょっと似合うじゃん、いい感じ。全然プリ取りたいね。あー、とろとろ。じゃあ今からプリ取りに行ってきます。ピカツです、みんなで。マネージャーも一緒ね。ありがとうございます、今日。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。初めて飲んだここのタピオカ。うまい。めっちゃもちもち。お返しよう。うん、これ何なんだっけ、マシュマロですか。うん、ミルクティーもさっぱりして美味しい。
なんだこれ、めっちゃうまっ。パッションフルーツじゃん。美味しい。なんかチロク屋さんの中でもめっちゃ好き。くるくる取りまーす。似合ってるー。やばい。この髪型初めてだ。左後ろのボタンを押して始めてムーディースポットに携帯をセットして説明するの。ダンディエリアに行ったら今日はユリナがショートカットになった記念日です。ショートカット記念日、第2回ショートカット、第2回ショートカット記念日。あ、いい感じ。かわいいじゃん、ユリナ。ユリナってショートカット似合うよね。なんかいつの間にかショートカットになってんだけど、マジで。かわいい感じ。いい感じ。いいじゃん、見るの似合うね。本当、うん、またフィリクラはインスタとかに載せるので、ぜひチェックしてみてください。